安田ティムです。そしてカズプロと、はい、なんとどうもクレイジーです。クレイジーどうもナオキングです。今日はですね、アサミゴルフクラブさんでなんとこちらの方々ファンキークレイジーゴルフのハルさんとナオキングが来てくれました。やばい。今日はね、来てくれたんですけど、うん、なんとね、検証会。え、検証なんだ。検証。レッスンとかじゃなくて。レッスンではない。検証ラウンド。何検証するか分かる。竹とんぼ理論じゃないですか。惜しいね。あ、惜しいんだ。惜しい。今日検証するのは、はるさん。はいはい。レッスン動画いっぱいあげてるでしょ。そうですね。見させてもらってます。でしょ。はい。うまい感じ出てるでしょ。あ、もう、うん、もちろんもちろん。本当にうまいのか。いや、その禁断の検証しよう。いや、これ禁断の検証。ああいうレッスン動画あげてる人、大体あんまうまくないっていう俺の。大丈夫。いっぱいできましょう。この瞬間に。オープニングで。これみんな思ってるんですよ。あ、思ってんだ。あの人たちラウンドしたらどうなんだろう。ああ、はいはい。思ってるみんな。でも実際聞くからね、生徒さんとかお客さんとか視聴者さんから、実際回ったらなんか全然順じゃなかったよみたいな。85ぐらいでしたみたいな。いやいやいや、もういいね。言えないよ、言えないよ。今日それ検証します。本人目の前にして、本人目の前にして。なるほどね。回しげ。回しげ。見せてくれるのか。回しげ。皆さん、あの、まあ、ご存知だと思うんですけど、ファンキークレイジーゴルフさんね、キャラ強めなんで。うん、ちょっとあんまり胃もたれしないようにしてくださいね。危なっこい。今日はね、ちょっとカートとか撮影、ナオキングがやってくれるんで。いやいや、待って待って。すんなりナオキングって呼び名が、もう癖がありすぎて、気になれないのよ。ナオキングは、プロになるんですよ。あー、そういうことなの。ファンキークレイジーゴルフの竹とんぼ理論で日本最速でゴルフ始めてからプロになるっていう。ああ、なるほどなるほど。結構攻めた。攻めてる、攻めてる。なるほどなるほど。どうすか。首の動きがすごい細かい。あと、このファンキークレイジーゴルフさんね、数日前に交通事故に遭ってるんで、ちょっと体調が芳しくないんですけど、今日でもファンキーすぎるでしょ。ちょっとね、行き過ぎたファンキーを感じますけど。感じるね。まあでも、ちょっと本当うまいのかと。そうですね。俺も知りたい。もちろんもちろん。プライベートでの進行はすごいんですよね。うん、子供たち、家族ぐるみのお付き合いしてるんですけど、うん、ゴルフ行ったことなくて。なるほどね。俺もやっぱかねてから、この人うまいのかなと。思いながら飯食った。で俺もね、結構ね、こう連絡まめに取らせてもらって、ね、なんかカーズって俺のこと言ってる。カーズね。カーズ。で俺はやっぱハルチって言ってて、だけどゴルフしたことないから、この人本当にゴルフうまいのかなと思って初見する。これ禁断の検証です。そうですね、うん、でただうちのチャンネルっていうか安ゴル TV の TG さんとつながりあるじゃないですか。そう、 TG さんのね、まあ、高校の後輩というか、だからやっぱ実力あるのかなとは思ってるんですよ ね。これ本人を前にしてこの検証やるやつはいないよ。いない、ね。うん、だからこっからどんどんこういうレッスンプロ呼んでね、検証したいよ。これがもう第一弾ですよね。ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半戦は安ゴル TV、 後半戦はファンキークレイジーゴルフの方で、はい、流れますんで、ぜひ最後までご覧ください。お願いします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 。ドスドス。北1番パー5、520ヤード。ドス。はい。ファンキークレイジーゴルフのハルさんが本当にうまいのか検証っていうことで。いや大したことねえよ。ハルさん試合出たりとかしてたんですよね、昔ね。昔ね、まあ、TG さんの後輩ということね。そう、うちとして。そうですよ、うちとしては、ね、水上高校名門ですよね。回しとけ俺に。無事300?500? おぉ奥義使っちゃうの、一番おるから。バンブードラゴンフライだ。ファンキークレイジーゴルフ一族の人に怒られるよ。え、でもそれやるんでしょ、こういういじり方は。え、いじってたの。本気だと思ってたよ。竹とんぼだ。さあ行きましょう。お願いします。お願いします。お願いします。ジッシュ。ジッシュっていつ言うんですか。失敗するよ。あ、そう。ドスは？ドスは？ドスはよろしくお願いしますとか。あ、じゃあドス。あ、そういうこと。そう、ドス。その付け方のレッスンしてもらおう。うわ、ナイスボール。左ラップぐらいかな。いいんじゃない？ドス。カート右ぐらいし。完璧。それでこうインとかしてんだ。こうズームとか。ちゃんとしてんだね。そうドス。そうドス。ちゃんとしてなきゃダメだね、やっぱり。ドス。あ、違う、ドス。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 ドスいいよな。きゃあ。ジッシージッシーえ、それ失敗した時じゃん。ナイス。これは、あの、木狙っていけばいいの。そうっすね。
木の左ぐらい。まあ一応両方セーフはセーフ。さあなんとね、交通事故明けで来てくれました。ムチ打ちね。首見えてる。ムチ打ち。しょうす。しょうす。うお、いい球。めっちゃ飛んどるぞ。嘘。違う、球質めっちゃ良くない？いい球だな。全然本気じゃないよ。おいおいおい。あカルちゃんも死ぬほど叩かれろ。いい球。本気じゃねえけど。俺もオートフレックスにしようかな。いや、めっちゃ下方がいい。ただ当てただけだよ。いや、そう、めちゃくちゃ伸びてて。ただのバントだよな。えぐー。ないんだ。うわー、えぐいわ。どうしてえぐいわ。初めて球見たよ。確かに。レッスンプロと違うでしょ。違うね。でも本気じゃねえけど。世のレッスンプロ全員聞きましたよ。かかってこいぜ。ノイノイ。ノイノイって言うでしょ。ノイノイ。ノイノイ。ノイノイはいつ使うの？ノイはノリノリノリがいい。あいいなぁ。ゲージゴロクいっぱいあるな。いっぱいあるよ。でもめっちゃいいとこあったよ、ね、ああいう球なんだね。いつもかっこいいんだよな。いちいちかっこいいんだよな。普通普通。なんとね、乗り入れ可能なんで。え、そうなの？今日可能だ。え、だって俺いつも見てるとさ、この辺欲しいんだよ。いや、あのね、雨上がりがやっぱね、多いんですけど。ビビらないで、その風貌で。虫とかさ、このカード入った時の揺れとかにさ。キャラ崩壊してるからわよくわかんないのよ。言われる。バントであれよ。バントで同じかよ。なんかおい、なんか虫が動いてるぞ。やめて。217。さあ、マス君のゴルフレベルがねかなり上がってきてるので。最近あれなんですよ。何？バント。なんか最近5バントね。220ぐらいですかね。はい。はい、あべ、あべ、あ、どこ、とんでもない当たりした。なんかどこで打ったぐらいの、滑ってシャフトに滑ってたよ。でもあれがやっぱファンキーフレジ打ちでしょ。間違いない。の間違いないの。ああいうのでも笑ってなきゃいけないから、そう、楽しんでないと実施。間違いねえ。間違いねえ。ライアードどうすか。197。はい、でもドスは7万円ぐらいですか。5万円で。5万円。いい球。いい球。うまっ。いやいや。リアルにうまくて笑うんだけど。バカいい球打つ。なんかドライバー以外ダメとかだとなんかそう。めちゃくちゃいい球打つじゃねえか。じゃあ200ぐらい。さすがだな。6万円で。はい、さすが。いやもうちょっとなんかなるよね。なるよね。うん。動揺する。動揺するよ。めちゃくちゃいい球打つ。びっくりした。正直なんか何びっくりした。面食らってるよ、ね。面食らってる。マジで。すいません。俺なんかずっと隣のホール行っちゃったんですよ。俺もバンブードラゴンフライしたくなった本当に。でも今のアイアンはバンブードラゴンフライあんましてなかったよね。めちゃくちゃいいだもん。面白すぎて打てないよ。こっちとら。いやこれはキーめっちゃ食ってたから。あこれ違う、テーラー。あここにもあるよ。あここだ。根っこ攻撃がやばい。根っこだったらちょっと動かしてね。それはさ、それはうまいと思うんだけど。それはうまいと思うんだけど、ちょっとね。球質がえぐい。えぐいえぐい。これ伝わんないと思うんだけど。100ちょっとだけど、ちょっとここ出します。はい。結構シビアですね、これね。はい。お。キアとちょっと左ハンド。いや、オッケーオッケー。これどころじゃないのよ。私たちはね、今。うん、私たちは今こんな、今俺変なとこから打ったけど何も感じなかった。いや、気持ち入んないよ。気持ち入んない。普通に。相当の500倍ぐらいになった。久しぶり。マジすごい。マジすごいよ。すごいっすね。ガチのプロ玉見てる今。うんうん、なんか誰よりもいい球打ってるじゃないですか。誰よりもいい球打ってる。いや、伝わんないのが悔しいよね。いや、悔しい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい球打つよ。結構びっくりした。本当にちょっと最近交通事故、後ろからこうお釜掘られて、うん、体痛いみたいな、なんか、ああ、それなんか言い訳すんだ、みたいな。確かにね。思ってた。めちゃくちゃいい球。確かに。
でも交通事故したからいい球になってるまであるかもしれない。もしかしたら、もしかしたらね。いやないなこれ。力が抜けて、ヤンキーボールめちゃくちゃスーパーイーグルチャンス。これをイーグルかこれ。マジで。これ4段目。ちょっと企画だこれっすよ。60ヤード60度。はい。ちょっと待って集中できない。もうなし。いやなんかポッコンポッコンみたいなのだったね。集中できない。いやあいつ実力あるぞ。いややばい。あいつ実力あるぞ。めちゃくちゃうまかった。普通にイーグルチャンスじゃん、マジで。やばい、これ最強決定戦呼べないわ、これ呼べないね。うん、持ってかれちゃう、これ TG さん切れるよ。おい、ハルキーってやりすぎだろ、おめえっつって。さあ、カズボ3打目失敗。あ、ちょ、食われたか。全然いかねえじゃん。やられてるよ、俺らファンキークレイジーゴルフに。いや、やられてるよ。やられてるよ。待ってよ、バカ馬だよ。うまいとは思ってたよ。いや、うまいとは思ってたよ。うまいとは思ってたよ、そりゃ。そりゃね。なんだけど、全然想像を超えてきた。4打目、パターで。はい。あ、これ。めっちゃ食うね、これ。めっちゃ。生えてきてるね。生えてきてる。やられてるよ。やられてんね。マジやられてるよ。まだ一番ホールしかやってないの。いや、いや、球、もうあの球にやられてるね、うん。想像してなかったもん、あの球は。なんか、うん、俺、バンブードラゴンフライの球って、うん、こういう球だと思ってた。あー、大玉みたいな。大玉、放物線形の大玉だと思ってた、うんうん。もう、バリホップス。確かに、竹トンボじゃないね。もう、竜が登ってるぐらいの球。ね、はるちゃん。ただ一番ホールやん。はるちゃん、俺でも人の球見てここまでこう、うん、ないよね、なかなかない。たまたまだって、たまたま。いや、うめえよ。うめえ。いや、これはうめえよ。これはうめえ。8メーター、はい、パーパットな。もう OK、 OK、 ナイスボギー。はるちゃん、イーグル取ろう。入れたいね。取ってほしいね。いや、すぐら走ってるんでさ、一言目でイーグル取るしね。えぐいよ、いないよ。いや、もうショットで随分見せてくれたからな。イーグルパット。チビスラ。チビスラ。チビスラ。強気。うえ。うえ、強気。かっけえ。チビスラってなんすか？チビスラです。そうかなと思って。普通だったね。ファンキーフック出るな。チビフック。チビフック。パパッといきます。チビッとフック。おい、おい、ナイスパー。さあ、バーディーパット。これ、ナイスパー。見せる。ちょっといいね。見せてくる。ちょっとなんか申し訳ないけど、はちょっとほっとした。ナイスパー。いや、そんなの球の質えぐい。いや、えぐいよ。いや、アサミのグリーンはね、結構最初分かんない、分かりづらい。自信った。自信った。自信った。朝一バーディーなんか取ったら、もう試合でも絶対無理だ。手震えちゃうね。バチ当たる？バーディーはクソバーディー。ああ、バチバチ当たるね。うん、そういうことですね。いやー、今俺でも興奮した。マジで。一番のファンになってる。いや、俺すごい興奮した。あれやっぱバンブーなんですか？バンブーっていうか手を振らないっていう。今もう一瞬でオートフレックスの購入を考えたもんね。そうだね。道具もやっぱ多関係するよ。映像でスイング自体も伝わらないかもしれないですけど、ふにゃんだけでバーンってこう、バーンってこう、バーンってこう、なんか本当に2回ぐらい伸びた、ね、球が。アイアンもそうなんだよね。そう。やっぱ体でかい方がいいんだよ。やっぱでかさ最高の強さ。うん、戻したの。73キロから86キロまで戻したの。俺今痩せようと思ってるんで。え、今86っすか？90ぐらい。90ぐらい。うん、俺もなんか90ぐらいでしたっけ。俺もなんか先々週ぐらい体調崩して5キロが一気に落ちて、今戻して必死に。でかさイコール、うん、強さ。もうね、適当に打って300ぐらいいかないんだ。はぁ、名言だな。怖いな。北2番パー4、362ドス。パーなのがちょっとおしゃれなんだよな。それも込みであれよ、それがいいよ。いや、十分良さ伝わるよ。ゴリゴリのイーグルチャンスだったよ。いや、すごい。あ、かっこいいな。かっこいいんだよな。おお、珍しいね。あ、まあ大丈夫かな。ハリーさんですよ。あれ？うん、俺ボギーだったんだ。え、気にするの？いや、もうほら、ゴルフと真摯に向き合ってるんだ。1で
ボートデックス。いや、俺ちょっと意識しちゃったな。やっぱ手使わないイメージになるから、右でやすいっすよね、最初は、ハルさん。ハルさん、全然話聞いてくんないみたいな。こんな形で話聞いてくんない。全然。おお。あ、曲げたくないときはああいうこと？やるんだ。ちょっと風がさ、アゲンスト。左からね。ホームセンターで買ってきた靴履いてるんですか？そうそうそう。これ、クロックスみたいな感じで、裸足で履けるの。ゴルシューズ。なんかグリップある。あのゴルシューズなんだ。楽そう。ビーオンっていう。裸足で履けるんだけど、裸足だと靴ずれしちゃうから。ないや。よくわかんないんだよね。水がこうかけられる。でも靴下履いてるからダメじゃん。靴下だけがダサいからさ。でもこの靴、自死です。じゃあ、自死です。かけられるけど、靴下履いてるから、かけられない。よくわかんないんだよ。左目。何個ぐらい来た？おー、バンカー先だ。ナイス。ラフ。すごい。いや、もう俺、頭が今、こんがらがってるよ。ほんと？うん。今、バンブードラゴンフライの、俺の中にある知識を、今、引き出してる。うん、まずね、それ、初手として、T の高さが足りないかもしれない。持ってる T の。いや、バンブードラゴンフライは低いのよ。あ、低いんだ。低くて空を見るんだ。そう。怖いな。知ってっから、知ってっから俺、バンブードラゴンフライ。コンペに来てくれたじゃないですか、その時、一番熱心にレッスン受けてほしいよね。そうだよ。それなんか意味あるの？一番熱心に教わったんだけど、あ、これ、ちゃんと聞かなきゃいけないやつだと思って。だからね、入っちゃった。そうで、はい。これは、何回か受けないとダメだなと思って。ああ、そういうことね。継続的にね。何回あるわけですよね。やっぱ手抜けないじゃん。バンブーからドラゴンからフライ、ね、いやこれはだから大いにあるその時の俺のスイングからすると大幅な変更になると思ってこれはと思って本気で聞いた。手抜きたくないじゃん。でもそれからは子供たちとプールとかでしか会ってないから115 P で上げてるんで、俺の P 今110ヤードぐらいしか飛ばないから届かないかもしんないけど、やっぱ痩せちゃったからね。ほんと飛ばなくなったんですよ。世の中でこれででかくなる人が増えるんですよ。バンブードラゴンフライ打ちたよ。おー、いいね。ちょっと右か。うん、ないそう。バンカーの上。ナオキング、俺のボールある？ナオキング。怪しいかな。怪しい、あれ怪しい。ハリーさん、行きますか。ワンチャン池だな。俺のバンブードラゴンフライは含まれてる。絶対帰ったら総集編見よ。バンブードラゴンフライ。103ヤード。103。52度。52。上げ。上げ。しょー。ダウン。あ、ちょっとでかいか。いやーナイス刺してますね。いやーうめえよハズプロ。うまい。うん、検証終了でもいいかもしんない。3打目。はい。96やろ。はい。52で。おーナイス。興奮する。ハルチいいね。俺もう今日自分のプレーには集中できないわ。いや俺らもうハルチ一人プレーしてもいいぐらい。いや本当にプレー動画を撮りたい。これはやすとハズと楽しく、うん、今日は事故ったとしても、まあ、俺は足がなくなってもハルチ。マジでだってコラボしないんだよ俺。そうですよね。しても20秒確かに。は先輩だからさ、一応。断れない。怒られるか。断りたいってことですか。撮ってるやん。撮ってますよ、ずっと。ピンめっちゃ手前だったな。11ヤード。え、俺奥？ほら、一番近いよ。マジかよ。3打目。3打目、11ヤード。うまいぞ。あ、切れねえか。もう意外にやっぱ伸び良くなってきてますね、浅見のグリーン。いや、レーションが終わってね。選手権の予選があったらしいです。ああ、それでね。それでちょっと仕上げて。でももともとのメンテがかなりこう質上げてるから。カズプロめっちゃ手前に見えたけどね。俺がバンブーしてる。バンブーだね。切れるか。うん、おお。やっぱちょっと早いね。まあ、ライン難かったね。さあバーディーパット。3本ぐらい。さっきのイーグルパットぐらいで。うん。4ヤードぐらい。え？あ、切れちゃう。当たってねえよ。いや、浅見はね、グリーンに最初やられるんですよ。まあね。登ってるやん。
の登ってる。誰に騙されたんそれ。登ってんの？そうです。登ってんのかよ。ナイスパー。その距離さっと行けんのすげえな。ボギーパット。はい。ナイスボギー。パパット。はい。見えた。ジャック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 ドス。ジャックドス。ノイ。ノイノイノイ。ノイノイ。皆さんね、ファンキークレイジーゴルフラインスタンプ絶対買ってください。ねえ、あのスタンプほどね、必要性があるものないから。いや、興奮するわ、マジで。ナイスボー。興奮する。興奮してる。いや、集中できない。やっぱ興奮した時はノイノイっすか。ノイだノイだねノイだねかっこいいんだよかっけーかっけーんだよやばい憧れるよ俺尊敬する人の欄に書こうかなクレイジーハル絶対取った方がいいよかっこいいもん3番パー3186ヤード実質180ヤードということでいやみんな楽しいよ一生今の楽しい、うん、楽しいねうまいんだなんかかっけえんだかっけえんだよな何が、うん、そんなことやってんだ181ヤード6番員やばいスコップした薄めちょっと滑りましたあでも右奥あ奥こぼれちゃったっすねちょっとまあセーフセーフ滑りましためっちゃ滑ったこの靴自死だな。ダメなの？自死だな。自死ですもん。ホームセンターですもんね。間違いない。それこの靴の会社の人に怒られるよ俺が。5万円。5万円。5万円自死。おお。めちゃくちゃ薄いです。キックからのじゃないの？ナイスオンだよ多分これ。めっちゃいいキックしてった。スーって寄ってんじゃんこれ。めっちゃいいキックとか言わないで。あごめん。狙い通り狙い通りだから。ラッキーみたいな。ラッキーで乗ったみたいにすんねん動画じゃわかんないんだからさあ、ナイスー羽が見えちゃってるよしたことによってあ、ナイスーでいいのよ1番で行くから行くよ3番って立ってんだからさ、それはい、うん、あ、ちょい捕まりだキックするからあ、分かって知ってんねあ、あ、しないまっすぐ聞いたんだけどな行いだね2ヤードずれてたよ俺にはわかるマサイ族だよ2ヤードずれてるそうだよ、マサイ族だからヤスくんの視力マジやばいちゃんと見てんだよ俺あ見てますね、見てますね見てんだよ俺のマサイ族ヤスくんの視力はマジでやばいうちのお客さんもみんな見てるよ嬉しいついにうちの家系も全員ファンキー見てるよ本当いや俺もうちょっとちゃんと見るわ流し見じゃなくて、うん、練習しながら見るあなるほどね俺のゴルフハウスで止めてファンキークレイジーゴルフ一つごと動きを止めて今度からうちで子供を遊んでる時に教えてもらうあれは自死ほどではないです自死自死あれは自死あれは自死かまずプロ先行っちゃいましょうはいチッパーでチッパー15ヤードぐらいかなうまいやれ。おお逆切ると最後。めっちゃ。チッパーだから。知ってるけど本当に使ってると思わなかった、うん。本気で使ってます。本気のイップスの。本気のイップスなんで俺。ビジネスイップスじゃないんで。さあるじゃん。20ヤード。58度。58度。うまいぞ。どういうことだよこれがファンキークレイジーだやばい今年2番目ぐらいにテンション上がった1番じゃないんだえ集中できないよナイスバディねえアプローチも上えんだあいいねわあめっちゃ行くめっちゃ行くいやこれしょうがないこんなとこ切ってたらさこれ行くよねそこ待って待って1人入ったよいやこれ入んないよ入んないよねだってかっこいい入り方もだって1回出てポンポンってライジングインパクトみたいな入り方してるあれもやっぱバンブですか打ち方あれもバンブあれもバンブ
あれもバンブーなの。あれもバンブーなのよ。バーバット。いやーすごいな。あー、オッケー。いや、やられてんな。いや、俺ちょっと。ちょっとやられてるっすよ。持って。かっけえ。メータージャック、パパッと。はい。まあ、もういいよ。いいよね。俺もいいと思ってる。だってあんな見えてんだもん。俺の中に今、バンブードラゴンフライがなんか侵入してきてる。そうでしょ。でもあのアプローチもバンブーだ。あれもバンブーなの。あれもバンブーなのよ。わかりました、皆さん。ね、はるちゃん。この力のチャンス。いや、すごいよ。ということで、第1話終了。ちょっと衝撃がでかすぎて、もう俺はまともにゴルフできないけど。皆さん、ファンキークレイジーゴルフのハルさんは、ゴルフがめっちゃうまい。ノイ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 ノ